はい、皆さんこんにちは。株式会社アトラスです。今日ご紹介の商品はですね、グローリーの紙幣計数機 GFE の60です。はい、それではですね、いつものように、外観のチェックからちょっとやってみましょう。はい、まず正面ですね。はい、横行きましょうか。はい、結構綺麗ですよね。はい、後ろです。後ろちょっと番号を確認してもらいましょう。128の下3桁が345ですね。はい、こちらの商品をお出しいたします。はい、今度こっち側ですね。はい、じゃあ正面戻りましょうか。はい、正面はですね、裏側こうなってますね。はい、まあ結構古い機械 なんですけれども、まだまだ十分使えると思います。ご覧の通りですね、外観も非常に綺麗でですね、この辺もまだまだ使用感があまりなくてですね、ずっと使えると思います。それではですね、いつもみたいに、ちょっと紙幣をちょっと数えてみましょう。実際に動かしてみましょう。はい、じゃあ数えます。はい、ちょっと紙幣少ないんですいませんね。43枚もう一回数えてみます。はい、じゃあもう一回いきましょうか。はい、全く問題ないですね。はい、先ほどちょっとこちらの方なんですけども映しました。後ろの方でですね、3段階調整ができます。500枚と1分間に500枚と1000枚と1500枚だったと思います。ここで調整できますのでね。あとですね、ちょっと紙幣を数えるのが遅いとかっていう時はですね、ここでちょっと調整 してみてください。この厚さでですね、ちょっとなかなか読み込まなかったりして紙幣数えるのが遅くなったりしますので、右側にちょっと回していただくと、スピードが出ると思いますので。はい、今日はですね、 GFB の60の紹介でした。いつものようにですね、お問い合わせの場合はホームページの方からお問い合わせください。掲載しておきますので、じゃあ本日もありがとうございます。